おすすめのラーメン屋さんあるんですけど。野球だな。この間二人で行ったじゃん。うん。明治大学あるじゃないですか、お茶の水の、はいはい、その道挟んでもう向かいぐらいにある武蔵屋っていうお店なんですけど、もう有名ですよね。そう、何軒かあって家系で、家系ラーメン美味しい。あのね、超元気、超元気、ね、そのね、元気っていう言葉ではね、そのね、形容できない。そうなんだよ、もうどう伝えていいか分かんないんですけど。まあ、うん、お店2人でこう入るじゃないですか、うん、自動だこうね、何の気なしにっすよ。そうそう、入ったら、うん、お兄さんが、うん、いらっしゃいませー、多分これの20倍ぐらいの、いや本当に、いらっしゃいませー、こんなんやってないですけど、寸胴もうちょっと揺れてんじゃねえか、本当に。でも2人とも入った瞬間に下向いて、やばってなって、食券がって買ってね、声でかって、うん、食券お買い求めくださいはい、で買って、はい、で渡して、うん、お好みどうしますか麺固めでお願いします、麺固めにしよう、あいや自分で言っちゃうみたいな、もう超でけえの声が。そのお兄さんはもう全然その元気だけじゃなくて、兄貴的接客をしてくれて、席に着いたら、お兄さんライス無料でつけれるけどつける、どうぞ兄貴的に、うん、でライスにニンニク高菜つけたらうまいよつける、うん、兄貴的に来て、うん、僕いらなかったんで、うん、大丈夫っすみたいな、じゃあ僕はくださいみたいな、うん、そしたら僕に今度つけてねいやまあ月にさ、兄貴的にその緩急使ってきて俺ガッて掴まれてもう心そう、でも本当衝撃的だったのが、その4人組ぐらいの多分明大生だと思うんですけど、うん、若い男の子がこう来て、うん、で自動ドアなんですけど、うん、まあ、透明だからもうお客さん入ってくるの見えるんですよ、ね、店の前に来た時点でね、そうそうそう、店の前に来た時点で見えるんですよ、うんうん、でお兄さんがその男の子たちがこう店の前に来た瞬間、まだ自動ドア開いてないのに、いらっしゃいぜって言ったんですよ、もう店内に響き渡る、いや開いてないから、うん、で言い終わった後に4人入ってくるみたいな、うん、もう恥ずかしそうな感じで、もうなんだそれと思って、うん、で、カウンター席全部埋まってたから、うん、なんか2階席どうぞー、うん、2階席が2階席あってね、あるみたいなんですよ、 あるんだ、そうそう、2階席、あるんだと思って、うん、2階席どうぞーでこう、ラーメン屋さんですよ、うん、ね、遊園地でも何でもないですけど、うん、その4人に、うん、2階席どうぞー楽しんでねー、何をだよ何をだよ、5% ぐらいしか伝わってないよね、その面白さ。だからね、そう、ぜひ行ってほしい、味美味しいし、そう、味は普通に美味しいし、うん、美味しくて面白いラーメン屋だから、元気がよくて、元気出るわ、接客抜群。